皆さんこんにちは。今日の電気は始めます。今日はなんとじゃーん、グリーン電力証書安定供給支援保険についてご説明したいと思います。イエーイ。はーい、何言ってんのこいつと思ったでしょ、思ったでしょ。はい、そうなんです。はい、これどういうことかっていうと、まあ要は今日は保険のお話をします。いろいろね、授業を行う上でリスクとかありますよね。生命保険とかっていうのもありますよねっていうような感じで、なんとこのね、環境ビジネスっていうものね、今ねとても活発になってますね。2050年カーボンニュートラルに向けまして、環境価値だとかっていうもののね、やり取りっていうものもされているわけなんです。その中でも環境価値というものを安定して調達できなかった場合、追加費用かかっちゃうとかっていうのがありますよね。そういったリスクももちろんありますというのを回避するために、こういった環境価値ビジネスにも保険が登場したんです。素晴らしい。保険はどこにでもありますね。はい、そして今回ですね、MS&AD って言ってね、はい、三井住友海上保険っていうところがねあるんですけれども、そちらがですね、これリリースはですね実は最近ではなくて4月にしているものにはなるんですけれども、このグリーン電力証書安定供給支援保険というものをね販売しているんですね。で、この環境証書について実はお問い合わせもねたくさん来ております。ということで、こんな保険があるよというのを解説してみようといった趣旨なんですね。はい、で、じゃあこれどういうことかというと、まずですね、グリーン電力証書を安定的に供給するのを支援してくれる、まさにその通りなんですけれども、グリーン電力証書っていうのは環境価値の一種になります。皆さん、環境価値覚えてますか？日本には3種類あります。はーい、なんでしょう。はい、シンキングタイム。なんだろう、なんだろう。はい、そうです、その通りです。非化石証書ですね。非化石証書と J クレジット、グリーン電力証書っていうのがあるんですけれども、これね、まあほとんどニアリーイコールだと思っていただいて大丈夫です。非化石証書に関しては、非化石ということで火力発電で使われていない化石燃料を使っていない電気で発電された電気になりますので、そこがね若干違うんですね。再エネだけじゃない、化石燃料使っていなければいいんです。だから原子力とかもね使ってませんからね。非化石証書とかっていうのはそういう再エネとか原子力で発電された電気の証書のことを言うんですね。で、J クレジットグリーン電力証書の再エネ由来というものに関してはですね、これ再生可能エネルギーで発電された電気の環境価値を証書化したものになるんですね。実電気は実電気です、じゃなくて環境価値です。再エネで生まれたんだよっていうことを価値にした証書になるんです。で、今回ですね、いろいろグリーン電力証書なかなか私話してこなかったんですけども、今日はグリーン電力証書の話になります。で、ちょっとね、まずね、今回の仕組みを説明する前に、グリーン電力証書ってそもそもなんだっけといったことをね、はい、見てみたいと思います。はい、 RE100 宣言企業とかね、あと私もね、私の有限会社スタジオガルモですね、再エネアクション、再エネ宣言リアクション100とかっていうことで、2050年に向けてカーボンニュートラル、脱炭素、CO2 電源を使いますっていうことをね、宣言している企業であるんですけれども、そういったところに、もちろんね、自分で再エネ使うっていうのもあるんですけど、夜間とかね、太陽光とかしか持ってないと難しいじゃないですか。そこに環境価値を買ってきてくっつけるっていったことをするんですね。で、環境価値調達する企業ね、非常に増えているんですけれども、その類のものになります。じゃあまずですね、はい、これ。じゃじゃん。はい。はい、こっち来ちゃおう。で、見ていただくと、まず企業さんが、じゃあ、カーボンニュートラル達成したいです。RE100 にしたいですっていう時にですね、この、まずグリーン電力証書っていうのを発行している業者さんから、グリーン電力証書、到達するんですけれども、こうやって発行事業者がありまして、じゃあこの発行事業者、この再エネ発電所ですね、発電された電気で発行された電気を価値にする業者なんですけど、っていうようなものになるんですね。だからこのね、あれなんです、2ついるんです。発電家さんと、これを発行するグリーン電力証書発行事業者さんっていうのがいるんですね。で、この発電された電気を手続きを経てグリーン電力証書にして販売できる業者さんがいます、というような仕組みで、グリーン電力証書っていうのは成り立ってます。で、
他電気の価値と環境の価値というものが分かれているというところはね、他と変わりません。では発狂事業者さんですね、どれくらいの業者さんがいるかっていうところになるんですけれども、今現在ですね、発狂事業者さん日本に73社、再エネ発電所から発電された電気をこのグリーン電力証書に変えて発行できる事業者73社あります。そしてですね、これ再エネ発電所じゃなくて再生可能エネルギーの熱の方もあるんですよ。地球に優しいグリーン熱証書というものもありまして、こちらはですね、環境負荷のない自然エネルギーにより生み出された熱だから、まあ地熱とかなんですかねっていうので、生み出された熱というものも価値にすることができていまして、その価値を発行することができるグリーン熱証書発行事業者さんというのも2社います。なのでまあ、実際75社の事業者さんがですね、グリーン電力証書を発行できるっていうような状況になってます。でこれね、普通のJクレジットとかだと、この発電する方っていうのが発行事業者になったりするんですね。はい。っていう感じなんですけど、これはここのね、認められた発行事業者なんです。で、この方っていうのは、この電気をですね、これ JQA って言いまして、一般社団法人日本品質保証っていうところで、これね、グリーン電力だけに関わらず、いろんなものの品質保証しているところですね。JQA の印がついてるもの、これね、計量のメーターとかもそうですよ。こういったところの認証を受けてるんですけれども、そういうところに認証をかけるんですって、OK ですっていうのが出たら、グリーン電力証書が発行できて、販売できるっていうことなんですね。はい。で、グリーン電力証書ポイントとしてはですね、転売できません。で、持っててもいつでも持ってることはできます。賞味期限はないけれども転売できないんです。ここはですね、また非課税証書と J クレジットと違うんですけれども、 J クレジットに関しては転売可能です。ただグリーン電力証書っていうのは転売がね、ダブルカウントね、僕のものみたいな感じでね、ごっちゃになっちゃうっていうので転売できないことになってます。ただね、賞味期限ないのでいつでも持ってられるっていうので便利なんですね。はい。で、そんなものがグリーン電力証書になっております。ちなみにですね、取引価格に関してはこれ完全に相対取引なので、この売る方と買う方が合意した価格であればいくらでも取引はできます。なので1キロワットアワーあたり下手すればね、1円ぐらいで交渉できることもあれば、10円ぐらいの値段がつく場合というのもあるんですね。まあ再エネの価値、ほんと人それぞれ、状況それぞれですからね。はい。またこれね、どの発電所で発電されたかっていうのももうついてますので、トラッキングは有無言わさずついてます。なので RE100 には使えるんですね、こちらに関しては。はい。ではそのグリーン電力証書というものが今回分かったことでですね、この保険の仕組みについて見ていきたいと思います。ではこのね、自分の会社再エネ発電所も持ってるんだけど、使うエネルギーが多すぎてですね、またもしくは電気以外ですね、自動車とかで、この運輸業の方とかだと、まだ全部 EV 化とかできてないと思います。で、二酸化炭素排出してるので、それをオフセットしたいということで、グリーン電力証書を買うんですけれども、これ、この購入、発行事業者さんから購入してますよね。で、この発行事業者さんっていうのはですね、特定の発電所の方に委託して発電してもらってるわけです。なんですけど、この発電所を太陽光だったりとかねして、まあ風力でもいいんですけどね、っていうので、例えばなんか想定量発電できなかった、災害とかが起こっちゃって発電できなかったってなるじゃないですか。そうするとこれ足りないんです、グリーン電力証書もっと欲しいのに僕みたいな感じになっちゃうんですね。そうするとですね、これね、追加で調達しなくちゃいけないわけですよ、企業の方。だってオフセットしたいんですから。グリーン電力証書欲しいのに発電できなくても、じゃあ他のとこから調達しようってなるわけですね。
そうすると大体どうなるかっていうと、違う発電所当たるわけです。こっちの A 発電所今ダメなら B 発電所から買いたいってなるんですけど、まあ大体ね、こうやって A 発電所ダメな時はですね、災害とかの場合だと他もダメなんです。なんでこの時ね、価格がグンって上がってる可能性があるんですね。まあ需要と供給のバランスで MS 直線ですね。はい。でこれで追加の負担費用とかっていうのはかかっちゃうわけですね。急に調達するわけですから。っていうのを、追加の費用負担は、この MA さんの AD 社さんが保証しますよって言った保険になるんです。あとね、他の発行事業者さんは当たることもありますね。ただその時ね、ここと提携してたのは、こことね、合意できてたんですよ、価格で。っていうことなんですけど、その他の発行事業者さんだともっと高いかもしれない。ってなっちゃうとですね、ここもまた追加費用負担発生するんですけど、ここでこの保険入ってればですね、エマさんと AD さんがですね、なんと保証してくれるんですね。なんで、この企業さん、フリー電力証書欲しい企業さんに関してはですね、追加費用なく安定して安定した価格で調達するための保険というものになるんですね。はい、素晴らしい保険というものね、みんな入っててよかったなって後で気づくんですけどね。そう、私もね、アニコもね、ちゃんと入ってね、そう、ガルちゃん、あれですよ、健康保険と一緒なんですけど、この猫ちゃんっていうのはですね、そういったのね、ないんですよ、国の制度で。だからね、自分でね、アニコムとかね、保険入るしかないんです。じゃないと、ガルちゃんが怪我した時ね、手術代がですね、なんと10万とかかかっちゃうんですね。だからちゃんとアニコム入ってます。そうするとね、保険でちゃんと保証してくれるからね、ガルちゃんが OK が、もし OK しないでほしいな、うん、OK、その話はもうしない、うん、でもそういう時も大丈夫っていうようなものになるんですね。はい。ではですね、このトラブルあると思うんですけど、どんなものなんでね、やってくれるかっていうのは各種の取り決めにはなりますが、こんなものに関してはカバーできるっていうトラブルの例があります。それはですね、例えばこの設備の故障、これは OK です、保証できます。まあありますよ、いろいろ故障、例えば雑草が生えててね、それに気づかなくて発電できなかったとか、まあパネル割れちゃってましたとかね、そういうことに関しての保証全然効きます。はい。で2つ目ですね、はい、台風等の災害、自然災害による設備の破損とかですね、はい、ありますね、台風の時期これから来ますねっていうので、うおーってなった時に発電しないもんですけど、パネル飛んじゃったとかっていうので、しばらく発電できないって言ったのに、かかる追加のグリーン電力証書の負担、追加調達費用の負担に関しても保険は効きます。なんで安心。はい。であとね、そう、1、このね、例えば対象設備、これバイオマスの場合とかっていうとね、定期点検とかね、あったりするんですね。そういう時にももちろん対応できるっていうのと、これね、自家発電の場合があるんですね。工場等の自家発電の場合なんですけど、その自家発電するのって工場が稼働してる時なんですよ。ただまあ、今回コロナとかでね、例えば作ってる商品の需要が減って工場稼働しなくなりましたと、そうすると発電もしませんとっていう風になりますとですね、もちろんこれ発電しなくなっちゃうから証書も発行できないんで、そういうのにも対応してくれているんです。だから自然災害とかね、パネルの破損ですね、まあ、これ何災害っていうのかな、わかんないけど、あとまあこういった景気でね、工場稼働しないとか、そういったことでも対応できるんです。これが、はい、グリーン電力証書安定供給支援保険に関してでした。まだね、日本って保険なかなかあんまないんですけれども、こういった保険とかもね、いろいろね、出てくるといいなと思います。はい。では次回はですね、これ今回は環境証書なんですけど、皆さん、工事業者さん、今年の夏まだ乗り越えてないですよ。8月ちょっと残ってますから、それから冬大丈夫かなってありますよね。そういった天候デリバティブについてご説明したいと思います。はい。皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。今日の電気は終わりにします。皆さん、今日もいってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。